Nekopara. ゴミの用途はよく言ったものだと思うね、ご主人。どうしたんですか、そんな青い顔して。顔がさつまいもみたいな色してる。あれ、いつもならさつまいもは青くねえよとか突っ込んでくれるのに。今のご主人はノリが悪い。一言で言うと寒い。気持ちいいじゃないですか。猫は高いところに登ると比例してテンション上がる。まさに今の私たちのテンションは地上107メートル。3, 2, 1. Bye bye. Yeah! が漏れそう。私は最後まで勇敢な猫であったとしぐるに、うん、にゃーにゃー、ご主人様、次あれ、次あの回るやつ乗りましょう。あのすごい速いのもいい、落ちるのももう一回。ご主人様、せっかくのデートなのに情けないですよ。そうだそうだ、せっかくお店休みにして遊びに来たのに。もうしょうがないですにゃ。でもショコラは理解のある子猫なので許してあげます。別に私はショコラだけでもいいけど、ご主人を待ってあげる。もうバニラは素直じゃないんだから。今朝だって一緒に一生懸命おめかししてたくせに。こんな子な。違う、新しい服は初めてだから、ちょっとだけ着るのに苦労しただけ。
様が遊園地に連れて行ってくれるって言ったら、しぐれちゃんがプレゼントしてくれたのです。これ私もすごくお気に入りだから、褒めてもらえるとちょっとだけ嬉しい。主人様にも可愛いって言ってもらえて嬉しいにゃね、バニラ。バニラも嬉しいでしょ。まあそれなりには。にゃーん、照れちゃってほっぺちゃんちゃん。でもお店忙しいのにお休みなんていいんですか？ご主人最近疲れてると思うけど。いや、ご主人様、わしゃわしゃしちゃダメですってば。いや、せっかくセットしたのにポーバーちゃう。うちの娘が大変失礼を。こらダメでしょ、この猫ちゃんたちは遊園地の猫ちゃんじゃないのよ。いいよ、写真撮ろう。せっかくだし一緒に撮ろうか。あ、でもさっきご主人にくしゃくしゃされたからちょっと鏡タイム。え、いいんですか？でも可愛いって言ってくれたし、写真くらいなんでもないです。しぐれにも記念写メ送らないと。ご主人も携帯で撮って。はい、そういうことでしたらお言葉に甘えさせていただいて。はい、ありがとう猫ちゃんたち。じゃあママの電話貸して、いっぱい撮ってもらう。ほら、もっとこっち寄らないと一緒に映らないよ。おいでおいで。じゃあ私は抱っこサービスしてあげちゃう。猫は意外に力持ち。お、いいねいいね。じゃあどんどん撮っちゃおう。はい、チーズ。じゃあ次は私が撮ってあげちゃうね。ゴミ系超連射。ご主人もちゃんと撮って、今日のメモリー。そうですよ、今日はショコラたちにとって記念すべき日なんですから。時にもっと愛情込めてほしいです。そういうやっつけよくない、めちゃよくない。被写体の気持ちを考えないといい写真は撮れないと聞き及ぶ。もうご主人様、もっと愛が欲しいのです。ご主人は女心が全く分かってない。私たちは誠に遺憾。拗ねた顔も可愛い。にゃ、こんなところ撮っちゃダメにゃってば。なんという油断、猫肖像権に抵触にゃ。可愛いから大丈夫だよ。ほら、チーズチーズ。だから今はダメにゃって言ってるのに。必殺猫スマイル。かわいい、目線こっちで。
大事なデートの時間をお邪魔しちゃってすみません。どうもありがとうございました。では、バイバイ。猫ちゃんたち、ありがとう。にゃー、楽しかったにゃー。多少の恥ずかしめも受けたけど、まあ結果オーライ。小さな子ってやっぱり可愛いよね。子供の無邪気さには猫でも勝てない。ことなんて知ってるし。そうですにゃ、否定はできないですにゃ。ペットは主人に似るって言うから仕方ないね。似た者同士でいいんじゃないですか。じゃあ次はちょっとゆったりしたのにしましょうか。まだまだお昼過ぎ、時間もあることだしね。今日は疲れたなんて言わせない。にゃーん、ご主人様、頼もしい。強気なご主人だにゃー。レッツゴーゴー。私の毛並みと一緒、超可愛い。本当にぬいぐるみと同じ。そこら感動です。あっちにはジンベイ、ジンベイサメがいるよ。すっごい大きい。いっぱいお魚釣れてる。ジンベイ超でっかい。こんなでっかい生き物見たことない。についてるのはきっと社員たち。でもご主人が買ってくれたぬいぐるみには社員がいない。ご主人様、あの魚、あれはなんて言うんですか。デバスズメダイ。デバスズメダイだってバニラ。スズメダイ、思い出に覚えた。完璧。遊園地も水族館も初めて来れたから楽しいです。すっごくすっごくすっごく楽しいです。ご主人様、私も超嬉しい。そうは見えないかもしれないけど、猫背でかなり上位に入るはしゃぎっぷり。ご主人の株が今朝から青天井。超感謝してる。はい、あの時一生懸命に頑張ってよかったです。お店も手伝えて、遊びにも来れて、鈴最高、超最高。すごい、圧巻、超圧
元気で新鮮で美味しそう。ゆるり。大トロいっぱい。よだれ出てくる、よだれ。ゆるり。落ち着いたのもデートっぽくていいですにゃ。水族館超最高だった。海に帰りたくなる。ご主人様、ちょっとトイレ行ってきていいですか？あ、じゃあ私も一緒に行く。ご主人、お願い。ぬいぐるみ好きなんですか？両手、白イルカとジンベエザメ持ってるから。ああ、すみません、見てましたから。猫ちゃんたちがぬいぐるみ好きなんですかって勘違いさせちゃってすみません。すっごく可愛い猫ちゃんたちでしたね。恋猫ちゃんですか？照れなくてもいいじゃないですか。そんなに懐いてて、ちゃんと鈴も取らせてあげて。立派な飼い主さん、いえ、素敵な彼氏さんですね。大丈夫ですよ、心配しなくても。あんなに慕われてるんですから、もっと自信持っていいと思いますよ。実は、私も家で猫飼ってるんです。これがまた全然言うこと聞かないんですけどね。だから親近感が湧いて思わず声かけちゃいました。本当は来園者に一つなんですけど、サービスで風船2個あげちゃいますね。ぜひ猫ちゃんたちにあげてください。はい、喜ばせてあげてください。じゃあ私はこれで失礼しますね。オスの本能だって開き直るらしい。最低だね。バニラ、悲しい。ショコラは悲しいよ。ショコラにはバニラがついてるから泣かないの。よしよし、帰ったらご主人のパンツに練りわさびと練りからし塗っておくね。でもそれでご主人様の男の子が立たなくなっちゃったらショコラも困るし。でも浮気は恋猫として厳罰を持って怒らないと。都合のいい猫になっちゃダメってテレビでやってた。ショコラにはそんなことできないよ。所詮ショコラは都合のいい猫がお似合いなのね。
神様。ショコラたちの行きたいって言ってたところ、覚えててくれて嬉しかったです、ご主人様。初めての遊園地も水族館もすごく楽しかった。みんなでいっぱい写真も撮ったし、すごくいい思い出。ありがとうございます、ご主人様。私も感謝の気持ち。本当に大好きです。ご主人様のこと、こうしてもらってるだけで。すごくドキドキして、胸が温かくなって、そのご主人様。うん、わかる。すごく胸がドキドキして、その体がもじもじするご主人。発情期は関係ないです。ご主人様が好きで、好きだからエッチしたいって思うんです。鈴のテストで人は恥じらいを持たなくちゃダメって教えてもらいましたけど、これってダメなことですか？発情期の時は体が無理やりエッチな感じになるけど、今は心が体をエッチにしてる感じ。好きな人とのデートなら最後はエッチするって聞いた。ご主人は私たちのこと好きでしょ？主人様らしいですね。素直じゃないくせにキザだから。じゃあ今日はショコラたちにさせてくださいね。今日のお返しいっぱいしてあげる。